ベニヤ商事株式会社は、青森県と秋田県を地盤に、スーパーマーケットとドラッグストアを営む小売業者、オール、日本スーパーマーケット協会に加盟し、本社を青森市に置く。企業規模は、県内、第2位。1951年2月青森市に、繊維製品専門店、ベニヤ商店を創業し、1959年12月25日に、 資本金400万円でベニヤ商事株式会社を設立した。1971年に食品スーパーマーケット1号店としてベニーマートド手マチ店を開設し、1993年にドラッグストア1号店として目が黒い店を開設した。同社では電子マネー、楽天エディ、ID を導入しており、当店のポイントカードの会員証に、 楽天エディ付きのものを希望すれば、電子マネー付けポイントカードとして発行可能となっていたが、2018年2月から順次、オール日本スーパーマーケット協会と富士通 FIP 株式会社協力の下で、電子マネー機能付けポイントカードのベニーカを発行したため、旧来の開演サービスが順次終了し、他店で当該楽天エディを利用してもポイント付与がなされる。 サービスについても2018年3月31日までに終了している。なお、ベニーカは秋田県と八戸地区では当面の間電子マネー機能は使用不可としていたが、2018年11月1日からは八戸地区でも使用可能となっている。ベニヤ商事が運営する店舗の1、冷食品スーパーマーケット、ベニーマート、株及びドラッグストア、 スーパードラッグメガを展開している。各店舗の詳細は公式サイト、ベニア商事株式会社店舗検索を参照。禁煙促進に力を入れている企業であり、禁煙している従業員は申請すれば、正社員、契約社員のみならず、ロングパート、ショートパート従業員も禁煙手当を受け取ることができる。新卒採用はユニバースが大卒。 短大卒採用が中心なのに対し、ベニア商事は、高卒も採用している。昭和50年商用において、会社が、組合員の人事効果を、他の従業員より低く査定し支給したことが、不当労働行為として争われた事件。初心の青森地方労働委員会は、会社の行為を不当労働行為と認め、組合員と、非組合員の人事効果の平均値の差に基づいて、 差額を計算し支給することを命じ、中央労働委員会もこの救済命令を指示した。会社側はこれを不服として行政訴訟を起こしたが、一二審とも敗訴し、昭和61年最高裁で上告棄却となった。この判決は、個別の効果内容に立ち入らずに、効果の平均値の差を扱う、いわゆる大量観察方式を最高裁が初めて認めた。 重要運営である。ABCDEFGHIJ 流通会社。年間2003年版。日本経済新聞社。ピアニッシモ。349ABCD ベニア。長寿株式会社会社概要。ベニアポイントカード。ベニア長寿株式会社。2014年2月26日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年12月13日閲覧。新サービス。 ベニーカ誕生ベニヤ商事株式会社2018年2月20日ベニーカカードベニヤ商事株式会社ベニヤ商事株式会社2019年1月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年12月13日閲覧このサイトにて2018年11月20日アーカイブ時点では八のヘチクの記載があったが 2019年1月22日時点は、記載がなくなっていることから確認できる。一方でベニーカからのお知らせのページでは11月1日、八戸ヘチクという記載があることからも確認できる。ABCDEFGHI、ベニア商事株式会社会社 M 隔。ベニア商事株式会社。2011年3月23日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2020年12月13日閲覧。お知らせ、ベニーマート青森店営業終了及び本社、所在地位店のご案内ベニヤ商事株式会社、AB、お知らせ、本店所在地位店に係る連絡先の変更に、ついてベニヤ商事株式会社 ABC、ベニーマート青森店、老朽化で11月閉店。東欧日報社、 https://www.tonippo.co.jp スラッシュアーティクルズスラッシュッシュスラッシュ4190972020年12月13日閲覧査定差別事件における不当労働行為の認定と大量観察方式。山川隆一。ありがとうございます。